はい、ということで、休憩明けました。帰ってまいりました。はい、続いての種目はギルティギアイグザードレブ2ということで、ただですね、すいません、ちょっとですね、一つだけお知らせの方をさせていただければと思います。はい、今ですね、休憩時間中に、二重の方で、画像がですね置いてありましたリビングザゲーム、こちらの方のですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちら画像にもありましたが、時代の寵児か社会のはみ出し者か、プロゲーマーたちの栄光と苦悩を描くリビングザゲームが3月から劇場公開決定ということでございます。ついに劇場公開です。なんかね、はい、はい、聞きました、それは。はい、そして、さらにですね、業界初格闘ゲーマーの生き様に迫る長編ドキュメンタリーには梅原ほか、ももち、ゲーマー B、ジャスティンが主演、数々の国際映画祭で絶賛され、9月には日本に先駆けて台湾で劇場公開開始ということで、宮野さん、台湾にも行かれてたんですよね。行って、はい、実際にそのポスターとかも見ました。おー、うん、いかがでしたか、その台湾の方々の反応といいますか。反応はちょっと言葉が分かんないんで分かんないですけど、うん、まあもなんか楽しんでるっぽかったです。個人的には面白かったなと思ってたドキュメンタリー映画なんで、まあいろんな国で公開されるのはいいことだなって思ってますけど。そうですね、はい、まあ、日本のね、コーナー我々ユーザーはね、割ともう見たかなという印象はありますが、劇場公開ということで、まあ、一般の方々にもですね、見ていただきたい作品となっております。リビングザゲーム、こちら3月から劇場公開開始ということで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、会場の方はですね、かなりの人が、来ていただいているということでですね、すでに、立ち見から、少ししゃがんでいただいている状態と、なっておりますね。さあ、皆さん盛り上がってますか。あざーす。はい、ということで、はい、まあ、さっき視聴の人数の方も見たら大変なことになってますね。なんかもう2万人近く見てるみたいですね。はい、いや、まあ、ちょっと今回ね、コメント等が我々見えないような状態になっているので、はい、はい、コメントたくさんいただいていると思うんですが、拾えずに申し訳ございません。はい、まあ、そのままですね、このまま、続いての種目ギルティギアの方に行きたいんですが、はい、さあ、まずはその、前にですね、こちらがあります。PV が先ほどと同じようにあるんですが、ちょっとですね、PV の方流れるまでお時間ちょっとだけ何秒か、かかってしまうかもしれないんですが、ご了承いただければと思います。ではこちらをどうぞ。人間のこう限界っていうか、もともとのこう壁とかそういうものを取っ払う瞬間があるとすれば、それってやっぱり怒りだと思うんですよ。やっぱ彼今結構怒ってるというか、もともとのギルティ力ということを言えば町山が上なのかもしれない。やっぱそういう前には勝たせねえぞっていう、なんかその気持ちがすごく強くあるんだとしたら、意外とそういうことで勝敗ってひっくり返ったりするんですよ。そういうの何回も見てきてるし、そもそも格ゲーなんて突き詰めていけば本当に極端なことでは喧嘩じゃないですか。相手倒してやろうっていうものなのに、そこで長し苦しでいる意味もないし、むしろ健全な姿だと思いますよ。うん、大いにやり合ってくれっていう感じで。最強ですね。はい、私です。松山方がああいう態度してるのは、やってるビリティーゼを軽視してるんですよ。軽視やってなくてもなんか強い、自分よりすごいことをしてる人はいない。まともに勝負をだから挑んだ人っているのかなって僕は正直思ってて、松山方ってビリティーゼから嫌われてますかね。逆にどっちかって言ったら嫌いなもんですかね。お前のことは嫌いやけど、対戦で白黒つけると、対戦でお互いの美学をはっきりさせる。またどうしたいから、場所教えようとか言いそうでしたか。まあその時代に俺がいなかっただけですね。裏それだけ、まあ、打倒に力入れてるから、馬鹿にされる筋合いないし、昔はね、強かったかもしれないですけど、今の私はどこまで俺のキャラを馬鹿にすればするんだ。シンクロしちゃってるんですよ。まあ9割、95% ぐらい僕が勝つかな。まあ分が悪いっていうのは自分の承知はあるんですけど、まあそれはそれでやり方とかうまく見せたらいいかなとは思ってられる。
オガちゃんのその姿勢が変わらないなら僕はマチャボーが勝つと思うしマチャボーに勝ってほしいです。保険じゃないですけどそういうのをかけて勝負ごとに挑むっていうのは僕は違うと思うんで、マチャボーの知らないオガを出さないと絶対いかないと思うけど勝てないだろうなっていうのが分かってるから勝ってほしい。はい、ということで、はい、PV の方を見ていただきまして、こちらにはですね、実況解説に、上園さんとそしてパチさんに来ていただいております。よろしくお願いします。実況の上園です。皆さん盛り上がっていきましょう。解説のパチです。今日はですね、まあ皆さん立場とか気にしてると思うんですけど、ただのこの試合の立ち会い人としてやってきました。立ち会い人、はい、よろしくお願いします。なので、現場のパチですね。はい、もう好きなだけね、見届けて解釈人として見てきたので、皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてすごい肩が来ているというところでびっくりしましたが、はい、では選手のお二方にはですね、すでに、準備していただいておりますので、コメントの方をいただきたいと思います。はい、ではですね、こちら、小川選手そしてマチャボー選手両選手に来ていただいております。ではマチャボー選手から一言お願いいたします。はい、マチャボーです。特に言葉で言うことはないのでこっちで語ろうかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では小川選手一言お願いします。こちらも別に言葉で語ることは特にないので対戦で白黒はっきりです。あ、でも一言言いたいことあります。プロゲーマーおめでとうございます。そこに関しては本当におめでとうございます。いきます。ありがとうございます。では両選手準備をお願いいたします。さあ、これから準備始まります。始めるともうすでにすごい空気ですね。いやもうちょっと怖いです。正直 PV もギルティがかなり危ない感じですよね。危ない感じになりました。はい、もう年始早々めでたい感じですね。そうですね。もう趣旨に合ってるような、まあ真の獣がそうですね決まると。これちなみに、はい、僕最近のギルティわかんないんですけど、はい、どうなんですか、この組み合わせと彼らの実力というか込みでどっちがこう。そうですね、キャラ的にはまあそのバランスのいい、回を使うマチャボーと、うん、まあ、爆発力そうですねのあるザトウっていう構図なんですけど、まあ、立ち回りが基本的に深いのが、まあ、基本的に地上戦が結構優勢な部分があって、うん、まあ、この前の獣道で光一がやったプレ配信のような、まあ、あれ以外にももろもろあるんですけど、なるほど、試合前にあまり情報を、あ、言うとフェアじゃない、なるほど、情報を出せないなっていう、まあ、それはそうですね、そういうのもあって、確かに、そう、結構その事前にこれ結構むずいねみたいな。あそうですね、かなり細かいところは聞いたんですけど、あ、なるほどなるほど、はい、一つだけ言えるのは二人とも相当詰めてるな。なるほど。まあ、それはすげえ楽しい。そう、相当詰めてるから怒りの攻略が結構両方に話聞いてきてるんで。なるほど。ちょっとね、なかなか出せればなって感じですよね。そう、どう言っていこうかっていうところが。なるほどなるほど、はい、じゃあその都度解説していただくような形で、そうですね、技を見せた時に見せた時じゃないと、はい、ちょっと言いにくいなっていう。なるほど。結構その情報がね、そう、重要な始まりそうですね。まあ格ゲー界で戦後最大のリスクマッチと言われてますけど、戦後最大のリスクマッチ、マチャボーのリスク半端じゃねえじゃねえかっていう。
偏りすぎてる。おめでとうの後にお疲れ様があるんじゃないかっていう言われてるぐらいのリスクを背負ってるそうです、ま、開幕のおめでとうはなかなかのパワーワードでしたね、おめでとうさようならがあり得るっていう、はい、ほどのリスク、はい、現在は両選手準備をいただいておりまして、準備でき次第ですね、私 R がコールをさせていただきます。よろしくお願いいたします。ワクワクすんな。さあ準備 OK、 獣道第2幕小川里対マジャモー会いってみましょう。さあそれではここからはマチャボーバスとか見ていきましょう。はい、さあじゃあ多分ギルティ初めて見る方もいらっしゃると思いますので、まあ、簡単にゲームを、ね、まあ、ね、まあ、大体見てるとは思うんですけど、はい、まあ、一応超かいつまんで言うと、はい、タイはあの飛び道具と無敵技と突進技があって、はいはい、さらに中段のクッション持ってて、まあ、あの割とどの距離でも戦える、まあ、何でもできるとですね、ハイスタンダードなキャラですね。で対する、はい、小川の使うザトウは、はい、置き攻めが特に強力で、はい、分身を出した時、これですね、このエディを使った波状攻撃が非常に得意なキャラクターとなっております。はい、さあ、まあ、攻める小川と対応するマチャボーかなみたいな感じで見てもらえればいいと思いますね。さあここ技術入って無理やり攻めていく。さあ画面足伸びるはダウンマル繋げられない。これはいけるのか。まずは小川個人的にはこの組み合わせ、その序盤にオアが取れたら、はい、結構後半までもつれるんじゃないかなと。そうですね、いう感じですね。さあここは無理やり食らい逃げ。さあこの分身一回壊されるとそのしばらく我慢しなきゃいけないですね、はい、ですね。左下のテンションゲージの上の、はい、エディゲージというのがあって、そこが赤いときは、はい、まあ、ピンチなときだと思ってくれればいいと思います、はい、ありがとうございます。さあここですね、さあ2択をかけていくマジャボー、セークリットエッジで決めて、これで1対1ですね。さあ開幕両者走っていく気持ちが入っている。確かにさあここは小川が触っているが、うまくやばい空中スタンで分身壊させない。さあここは足払い、さあイスグルデッドアングル、あそこでゲージ使わせたのがいいですね。そうですね、さあ無理やり3人行く。さあここはまだどちらもチャンスが来ないか、引き出してここはリスク軽減。さあ伸びを潰す、ダッシュ試合が入る。さあ強気に行く。さあシャガイス、ここはアイジオーケー、うますぎる、素晴らしい判断。さあ飛んで追いかけるマチャボー、コンボを決めて空中投げ。さあターンが来た、さあ崩して、さあ追いついて、ここは倒しに行きたいと浮遊している。セーバーハイが倒して、ここは倒れない。さあただゲージがない、挟んで挟んで挟んで、おお驚異の粘り1試合目から熱いな。いきなり投撃2000球 の、 あの準決勝を追い出すような、放出させるようなあのエディの潜りが最後の、そうですね、あそこの空中スタンですよね。そうですね、空中スタンをそこにはエディはいないよっていう潜り方が、はい、でも今あの俺お互いに聞いてた応酬が結構あったんですけど、なるほど、もうちょっとちょっと怖いですねやばい、はい、お互い勉強しすぎてる。1試合目から展開が、はい、やっぱりゲージがすごい重要な、そうですね、ゲーム性なので、やっぱあそこでデッドアングルで 50% 剥がしたのが本当に大きかったですね、はい、テンションゲージのその配分が本当にこの組み合わせは重要になってくるんで、はい、あとはバーストですね、はい、さあここは暗い逃げ、シャジャンハイカウンター、シャガハイはカロージェ2台アップで飛んでいる。さあ追いかける、小川が捕まえる。さあこれはダウンを取って回収、もう一回消化して2択上げ、ダンギャラリー、ここはカットですね、そうですね、さあこれでしばらく本体でしか戦えないだと。さあブリッツして、今のリスク軽減、伸びるはやばいですね。
さあここはバースト食らってしまう、珍しいですね。さあマッチアップ、ここは追いかける前、カウンター。さあ状況重視でコンボにはいかないで、そのまま置き詰めを選択、つながっていない、全部が外して有利フレームからのダッシュ投げ。こんなに顔できんだな、すごいな。いや今のかなりいい判断でしたね。そうですよ、もうよちゃんとあの人間の戦いにしてきてますね。そうですね。さあ両者対策は十分。さあ何を取る。さあここはまあとりあえずもう分身さえ壊せればいいだろうというデイパーですね。さあロマキャン取れるヒット、これはアングル警戒していた。さあタレがほぼゴム。さあ一旦分身を回収、空中投げ。さあチャージキャー食らってしまった、バーストここで使う、まあ、使わざるを得ないですね。さあここはブレイクダウン出てきて投げから、ドリルにエンエスが飛んでくる。さあこれで1対1。もう今の間で一瞬回ってますね、読み合いあ、対策が、はい。いやこれはいい滑り出しですね。獣道的にはかなりどっちもかなり動けてるなっていう感じですよね。今回そのいろいろ聞いたんですけど、プレイヤーとかにも、だいたいそのどっちが勝ちますかっていくと、お金頑張ってほしいっていう紹介じゃなくて気持ちの話になってる。そうですね、そういうことが返ってくるので、今日結構応援した方多いんじゃないかなと。なるほど。さあここは対空、空中投げ、バックステガリ、しかしこれは受け身ジャンプ系からターンが入れ替わる。さあ立ちハイドリル、時間を稼いでドリル、バックステップ演奏化していく。さあエースに伸びる、さあ伸びる、さあからのとりあえずアモルファス。さあこれゲージがなくなってしまったぞ。さあマッチアップが攻める、浮遊シール。さあ今の重ならない判断素晴らしいですね。さあエースドリルまでしか直下してロマキャン。さあ時間を稼ぐ、伸びるカウンター、わざわざギャラリー妥協がないですね。そうですね。さあ小川がリードしてラウンド2。さあ引きずり下ろしに行く。結構その浮遊を使って、まあ、結構あの横の殴り合いはザトガがリスクを負わなきゃいけないんで、はい、やっぱり上でやった方がまあいっちゃいいですね、安牌かなと。さあ当然そこはもう魔女がもう分かってるんで、はい、まあ、そこどうするかと。さあこれ投げが通る、これは期待値が高いぞ。さあ2択ゲージを吐いて切り返していく、マッチャーボー素晴らしいガード冬2択中段ちょっと空中くらい。さあターンが入れ替わる、ガメ足。さあ様子見から直下が空中投げ素晴らしい対応。さあ伸びる、潰して、さあマッチャーボーのターンまだ決まらない、しゃがきゃん、最後は遠距離です。さあこれで1対1。あれガードするコツあるんですか、あんなにガードできる。多分ファジーはしてると思うんですけど、いやファジーはしてますね。それでも多分厳しいですね、やっぱりファジー潰しもあるので、さあここはとりあえず安全に端が逃げないが逃がさない、マチャボ対空からダメージを取っていく、空中投げフォローが早い。さあこれジャトセンさん空中くらいならそうですね、そんなにリスクないですからね。さあここはバースト使っていく、キャンフォローして伸びれ、潰してドリルが当たらない。さあマチャボーが取って、これで 1-2 ですね。マチャボーは2セットリード。結構小川の狙いを、はい、結構掴んできてる感はあります、ね、なるほど、うん、対応しつつあると。あとその分身がなかなか召喚できてないですね、やっぱり。そうですね、うまく潰してますよね、スタン1。あとはい、マチャボが攻めたときに、はい、小川が対してやってくる行動があるんですけど、はい、それに対するフォローもしてますね、はい、今もう。なるほど、織り込み済みでやってます。さあ4セット目、エンエス3杯カウンターのつながる。さあこれが非常にでかい、今のコンボハンターはかなりうまかったですね。
さあこれ直がしたんですが、古賀が捕まえる。さあしかしマチャボーがダウンを取ってダッシュしたか。ビビカタネ確認している。マジか、うますぎる。これ倒せるんじゃないか。クー投げでフォロー。早い早いですね。しっかりしてますね。さあマッチャーボーは本当にその空中投げの精度高いですからね。さあダッシュシャガハイ、ここは最速でバースを使っていく。さあ中距離、さあこのしゃがみハイスラー、対側のしゃがみハイスラーくぐってよく冬を通したいですよね。そうですね、まあできる限りギリギリの前で冬で触りに行くっていう形に、はい、したいなと。タイナーの突き上げてるやつを、はい、なるべく空振らせる。はい、さあそれここで崩したんですが、エディゲージがなくなっているんですが、関係ないか。関係ないです。さあドリル重ねて、もうダメージを取れば OK。 召喚、もうバーストもテンションゲージもなかったんで。そうですね、削れると。さあ小川も空中投げ。さあターンが来るか。ドリル重ねて、ここは遅らせ召喚。徳川から多分崩した。いやーマジかこの判断はまずい。さすがにバスト、あれ多分バスト通さないと終わってましたね。さあバスト、してさあチャージ。バルシーもなんで守れるんだ。なんで守れるのかっていう今の。さあこの佐藤の分身の操作っていうのは、はい、どうなってるんですか。ボタンを離すと、はい、佐藤が、あのエディが攻撃するっていう、はい、でレバーのあの斜め下で前後移動ですね、はい。あー、その場で本体が動かないで動かしたいなら、そうですね、まあ、斜め入れでやると。一緒に動くんだったら真横とか入れるんですけど、はい、その辺の判断がまあ秀逸ですね今のはね。ありがとうございます。さあそしてここはデッドアングル呼んでいる。さあ本当にさ苦しくなるとどうしてもやっぱりデッドアングル 50% 使って切り返したくなりますから ね、はい、ね。今のはテンションゲージ 50% 使ってなんとか、まあ、どっちか壊せれば、まあ、壊せたんですけど、それじゃダメだよっていうような。そうですね。梅原さんどうですかここまで見て。いやとりあえずお互いなかなか死なないから1試合がすげえ長い。そうですね粘る本当に5秒ぐらい捕まえて走り倒すっていう展開がないですからね。まだ それだけその佐藤で捕まえてもやっぱりその1回崩すまでが難しいですからね。まああと今回、はい、そのお互い詰めてきたところって、はい、防御なんですよ。なるほど、なるほど。ものすごくお互い防御の詰め方を、それこそ技一個ガードするガードの仕方、ああなるほど、そのいくつか用意しとくと、はい、っていうところも、このタイミングでフォルトするとか、はい、このタイミングで、さあここは他のバースト読み、いやーさすがに出しっぱなし、ね、そうですね。さあここは降りてきたところを潰していく。さあジャンプに重ねて小川我慢する、飛びが通る、カウンターヒット。さあライドを使って無理やり切り返していく。さあロマキャンはしていないのでかなり安全に逃げましたね。ちょっとうまいこと捕まえる、伸びが当たらない。さあまだ決まらないが小川が前でロマキャン逃がさない、しゃがみハイスラー。あそこ本当はね、しゃがみ S で固めに行く感じのところがセオリーなんですけど、はい、バックジャンプで逃げて、まあ、そこも分かってるよっつってダッシュしゃがみ入ってきましたね。ああいうの捕まえるのも結構調べてるかもしれないですね。さあ挟んでいる、この状況は非常に有利ですよ。さあ2択は下段、ギャラリーから出すと、ね、こっからそうですね、これはかなり時間が稼げる。さあドリルを重ね、あそのまま召喚できる。さあジャンプ KK が中段ガードですね。さあ下段で崩してもう一回ファージシール、ガードシール、カード硬てぇな、硬すぎますねやっぱり。何秒ガードしてんのこれ。あさあしかしここで崩れる、さすがにたまらずバーセル。そうですね、あのただまあ今ので全身壊せている、はい、とはいえさあこれは苦しいか。ドリルから体育攻撃。さあこれで、3対2ですか。3対2、そうですね。さあ小川がリードしましたね。まあその佐藤の橋の攻め、はい、やっぱ切り返しをやっぱ無理やりしようとするとちょっとやっぱリスクありますからね。やっぱお攻めはかなり佐藤の方がより破裂なので、そうですね、強いですよね。まあそのどれだけ分身
のゲージを残した状態でダウン取れるかっていうのが、そうですね、そこのすごい重要ですよね。ゲージ管理がすごい彼は上手いですからね、はい、さあここのオビルを3点で潰していく。さあバックステ潰し、さあジャンプ D ではなく空中ダッシュの中段高をしっかりガードしている。さあ今の前ジャンプも冬ケアでしょうかね。追いかける、スタッシュ、馬が上から触る、シャガハイ、さあドリルがある。さあゆったりと小川が降りてくる。さあここでバーガードしている。さあただあの距離ちょっとダウンがノーゲージで取るの難しいですかね。佐藤はもううますぎる。嘘だろ今の、素晴らしいアドリブ。さあここは有利な置き攻め、飛んでいる、空中投げ落として、起き上がり冬ロマキャンを使って無理やりターンを取っていく。さあここは決まらない、バーストする。さあ追いかけるマチャボ、さあ引き返して引き返して投げ総裁、まだ決まらない。グーダは呼んでいる大きいの対空攻撃。まあ、今のそのスタイル打たれても、そうですね、封神が守ってくれますからね。1回は守ってくれるんで、そこまではもう安全にっていうやり方ですね、はい、そうですね。さあここしか直下してしのぎたいマチャボー、シャガハイカウンター。さあここからかなり強い受け止め、ラスト。さあ分身ゲージがない時間を稼いで、いここはさあ切り返していく。そうですね、いい判断です。さあバックステ、バックステップ精度が高いですね。さあ足払いリッパー、ここは確定バースト。まあ、それ使わせた形でしょうか、挟んでいる。あそこで挟む形を作れてるのが、まあ対策の一個ではありますね。うまく壊せない。さあ引き出して立ち合い当たらない。さあ追いかけるマチャボ、さあ浮遊で対空ずらし、さあチャージ重ねて、さあマチャボ攻める、投げて、はい、逃がしたくない、空中投げ。さあシャガエスが使ってヒヤッとする。さあロマキャン、さあしのぐのが暴れる。さあここは暴れを選択。さあ分身潰して、さあ攻めたいところ、空中投げ4対2。いや、その分身やっぱ使い方が本当にうまいですね。ちゃんと距離調整して、まあ、潰させないように裏に行かせるところの、はい、あの相手の技空振らせて前に歩いて、あ、そうですね、前に歩かしてから影潜りやって後ろに回るっていう、あれをざっと動かしながらやってるっていうのはもう何なんでしょうね。そうですね。どんなレバー操作をしているのかっていう。手元をその画面で見ている以上に本当に忙しいですからね、はい、さあここは分身を潰していくマチャボ。さあベイパー、さあここはダムとファングかなり時間が稼げる。さあブリッツペーパー、しっかり対策はしている。はい、いやー8ピーで暴れる。さあ触る小川、さあ前カウンターバースがしかる、これはでかいぞ。さあギャラリー無理やり引きずり下ろす、ロマキャンして上から行く、直下して最後の多分しゃがみ系、あのディッパー潰しでしょうね。そうですね、ちゃんとリスク軽減している小川、かなり動きが切れてますね。相当詰めてますね。詰めてますね。結構、はい、どこ注目してほしいかっていうと、はい、直前ガードと、はい、この緑色の光ってるフォルトレスディフェンスを、ね、出すところなんですよ、はい、で、どれだけ、はい、技を空振らせられるか。あ、そのフォルトレスディフェンスで距離離して、はい、さあこれで5対2。これかなり詰めてきた対策が生きているようですね。さあこの辺で取り返さないと。そうですね、まあでも厳しいですよね。結構織り込み済みだと思ってるんですよ。なるほど、マジャボー側は、まあ、まだまだ
大丈夫だと。でそれでまあ多分俺が思ってるようなことをやってくるとは思うから、はい、まあ、そこを超えれてなかったら長期戦だったら全然勝てるとは、はい、なるほど。そこを上回る引き出しを岡が出せるのかっていう、はい、ところは焦点かなと、はい、感じですね。ありがとうございます。さあやはりでも分身はその立ち回りで出された時にかなり対応が早いですね。さあ空中コンボを決める、キャッキャンして通常投げ。さあここは分身を潰されてもいいように前 P が置いてある。さあラストはバックジャンプ。さあ空中ジャンプで置いて、さあ前が引っかかる。さあ一旦逃げたい。さあギャラリーキャンして相打ち、直が空中投げ、ギャラリー。さあ時間が稼げている、状況判断が素晴らしい。いや さすがに今のはやばかったでしょ。今の判断やばいですね。それ分身ゲージあのまま落としたら何も溜まっていない状態なのでどうするのかと思ったら本当に完璧な対応。さあ空中投げ落としてしゃがみ P がヒットする。前回重ねて、さあここは飛んで逃げている。さあ裏に回ってまった金 S が見えたんですが、ここは投げたのかと。さあドリルにつないでドリル重ねて割り込んでくる。ゲージがあるからスタンディッパー出せます。そうですね、あそこで出しておきたい、触るのに。さあブツブツ追いかけるマッチアップ。ここはいやしっかりしてる打撃尺。結構その空中投げで落とすのを見せていたので、そうですね、あそこをやっぱりその空中投げ嫌がった打撃出しちゃいましたね小川佐藤は。さあここは分身がうまくチャージを潰している。さあダムドファングが通る。これは分身がいない。さあここは何としても逃げたい。キャン無理はしない。さあこの無理しないのがやっぱりうまいですよね。さあ足が捕まってしまった。さあドリルが重なる。さあ逃げれるのか。さあ逃げた、ただ体力が少ない。さあ追いかけてダムドファング落とす小川。ドリルロマキャン立派で割り込む。さあここは確定バースト落ち着いてますね。さあ左下ろして、うお、ギャラリーが歓声が乗っていた。一気に寄っていく。さあこれはまさかの展開。そうですね、もうちょい序盤にマジョーが稼ぐのかなっていう、そうですね、感じに思ってるんですが、さあここから追い上げはあるのか。うまく逃げてるんですけど、やっぱりその準備が、まだそうですね、あとダメージが大きいダメージがまだ取れてないですね。マジョボの返しに対する返しをちゃんと用意、今のところできてるっていう、はい、そうですね。ただ対空は結構マジョボ側もできている感じですね。さあここは消化に3-1が引っかかる。アイドとかすごい上手いところなんです今の、はい、あその影前蹴りを受けて、はい、バックステップして影玉に壊すとか、はい、まあ、あれ壊さないとあそこは消化されてしまいますからね。さあシャガパン使っていたんですが投げたのは小川。さあ分身ゲージがない状態で捕まる分にはそこまで問題ないんですけど、やっぱりある状態で捕まるとかなり苦しいですよね。さあ直がして一旦下がる。うわーなんだ今の。しかもダストが補正切りになっている。さあドリル伸びると重ねて、ここから2択は下段択。中段ガード。さあしかしここでなんとかしないとターンが来ない。じゃあパイ重ねて下位置召喚潰して、さあこれでまたもう一回マチャモのターン暴れている。さあここはやはりとセット有利なので何をしても問題ないというところでしょうか。ダストガードしている。じゃあはい、さあスタンエッジギリギリなんとかマチャボを取っていく。あの距離だとね、そうですね、インバイトヘル、あのインバイトヘルを空中ぐらいで済めば全然はい OK で、地上で食らうのが最悪ですからね。そうですね。
遮断を取る。さあ分身ゲージが溜まってきたか。いいですね。さあ分身を壊す。上から行くマチャーボーを。さあシャガハイが浸かるとやっぱりリスクが高いですね。さあダストにつないで分身ゲージが満タン。もう一回ガードシール、ガードシール、なんだこのガードは。さあここはデッドアングル、カウンターはダウンがついてくる。さあコンボを決めて、ここは無理せず召喚。さあここはもう削りに行くのか。ガードシール、しかしゲージがぴったり削り切りましたね。その召喚のセットプレーで早めに壊されてしまうと、あ、崩されてしまうと、まあ、ダストが入って、そうです、ね、もう1回ですからね。さあここは、まあ、小川がラインを上げている。さあ空中投げ、これチャンス、これチャンスですよ。さあ追いかけるのかギャラリーキャン。さあ立ち合い、カウンタードリルがつながる。ウェイパーフライングになるか、これで少しでも。そうですね、はい。さあ立ち合い、沖の立ち合い、暴れを呼んでいる。バーサガード、さあベイパーで締めて本体で触りに行く。ハイジャンプで逃げるギャラリヒット。あ、よく打った。今のリスクしかない。そうですね。さあまだ余裕があるのではないでしょうか。両者引きやん、引きずり下ろして、シャガハイは届かない。ジャンハイヒット、うまい。さああと一発が届くのか。マーヘビーダイク、冷静だな、本当にすげえな。いや、あの状況冷静でしたね。あの何に下 S で消したのすげえなんか冷静だったな、あの局面で。しかもちょっとでも待ってるとやっぱりその召喚されてしまう可能性があるので結構待ちたくないんですけど、本当最後よく我慢しましたね。さあこれで小川が6、マチャボーが3となりました。さあここは消させない、しゃがみ蹴り消せませんでしたね。さあしゃがハイをうまく使ってくる。あのしゃがみハイの圧力やばいです。そうですね。さあここはバースト1点読み。さあギャラリー、さあとにかく不審を消せているマチャボ。さあしかしかなり強気で本体だけで前に来ますね。さあ直がして、さあ下がって、ちょっと後ろに下がるとあんまりいい距離じゃなくなるんで、はい、多分座頭側は食らってもいいからちょっと前に行って、はい、出させる技限定させてんじゃないかな。なるほど、まあ、そのラインはうまく噛み合っていると。はい、これは後ろから移動攻撃。さあ無理やり潰してスプリットシエル。さあ立ち系はうまくガードしている。この方、このエースの形をうまく持ってくると、はい、タイガーが、なるほど。さあそしてここ確定バースト、つっつきで下から触っていく小川が取ってる。デュエル2。さあ立ち合い、さあ一旦下がる。さあストレッチを打ってマイピー対空。さあ的確に対空している。タイガー下がって単発確認、ヒット確認が早い。これちょっと遠かった。さあディパー2段目で潰して、これ結構、あ、ちょっとダウン優先ですね。ブリッツ弾いて暗い逃げの形、直角打ち上げジャンプに、この状況でそれができるのか。チャジチャジスタンエッジ、これは食らってしまった。いい場なんですね。いいですね。さあこれで1-1。さあ開幕マチャボーが触ったんですがダウンまで持っていけなかった。さあ小川のターン、デッドバックハンド、あれ投げですよ、よく飛んだ。さあターンが入れ替わって、さあ藤さん円安3敗、ここはダメージを取られる前にバースト、ガードして伸びるカウンター、これはでかい。バトして
引きずり下ろす、ディッパー割り込む、サガハイベイパー、サガハイベイパー、ジャンスリー固めて有利かな、マチャボーが攻める、これはチャンスが来たい、中で書いてこれでゴー、スターティーナイ、さあ小川が攻める、ブリッツ、お、いやうまい、いやブリッツ出した、いや素晴らしいですね、あの生まれて初めてマチャボーがブリッツするところを見ました俺は、まあ、教えてもらった時は全然一回もブリッツ使わなかったから、あんまりやっぱ使わないですね、あんまりああいう勝負行動好まないっていうか、使わなきゃいけない状況、はい、なるほど、多分上手かったのがやっぱりそのブリッツ取った後にその相手のブリッツを結構警戒して、まあ、ちょっと見ちゃったりするんですけど、そこ本当に最速で対空していたので、そのブリッツ返す側もちょっと反応が、なるほど、遅れたというか、まあ初見だから反応もしづらいのかなって、そうですね、しづらいですね、多分頭になかったんじゃないかなと。さあここはダウンを取っていく、さあ現在6対4追うマチャボー、ジャンプに重ねて最中シャグアエスを潰していく、さあ空中くらいなら問題ない、まあ、とにかく地上ではい、ドリルを食らうっていうのが最悪ですからね。さあ足場だよこれ、さあマチャボーが攻めていく、投げ返す、さあ投げが通ると強い攻めに行けるだと、さあ投げて、さあ落ち着いてますね今の、さあ分身消して、さあジャンプ D、 8P すかしてマチャボーが走り込む、しかしている、いや素晴らしい、うますぎる、バックステー潰しのマイハイスラー、徐々にちょっと流れが、そうですね、ちょっと対応、また対応し始めたかなという感じ。さあここは召喚できない、結構その高めのクーダー S ハイを使ってきますね、はい、マチャボー、その後そのしゃがみピーとかつながってないんですけど、うん、でもまあインバイスヘルに合わせるのと、はい、あとは冬に捕まえに行くっていうために打ってるのかなと、ちょっとリスク持ちにいってるのかな。さあこれは決まるでしょう、さあこれで1対1、さあここでわー取れればまた3本差になるので、結構久保茂には余裕ができるんじゃないかなと、本当にこの試合のターニングポイントになるんじゃないかなという一戦ですね。もう大事な試合です、はい、流れ的には。さあジャンパイスラー、細かくダメージを取るマチャボー、リッパー、いやリスクそうですね、リスクあるんですよ、打ってきましたね、ゲージ50%なくても打つようになってきてる、そうですね、変えてきてます。さあここはロマキャン出すと、ロマキャンするとつながる、さあとにかく触りたい、伸びるが当たる、伸びるが当たる、さあここはディッパー無理やり消して、触るマチャボ、暴れる小川、さあ前飛び、ダウンは取れない、ここはベイパー受け身が来るのでジャンピル対応、さあ一旦下がるのか、後ろから最速でパナしてくる、さあこれはでかいぞ、遅らせシャガヘス、この局面でよくぞ打った、遅らせた、動いてしまいましたね。さあこれで6対5、いや一進一退ですね。そうですね、あのままちょっと逃げ切るのかなと思ったんですけど、6対5ですよ、見てるだけで疲れますね。そうですね本当に、いやプレイヤーの気持ちが分かるから、もう疲れるな見てるだけで、これはしんどいでしょう、お互い気持ち出てますからね。さあまずは小川がダメージを取る、さあ追いかけてくー、サイクルですね、さあドリルは空中ダッシュ、さあここが強くなった、シャガハイ単発確認、単発確認でベーターを打ててしまうのか、ごめん、はい、そんなにその受け身の時間長くないですからね、あんまり無理はできないと。
ジャンプ P がヒット、端に運んで、さあ怪しい連携、さあドリル、いった、下がる、さあ分身を潰す、さあこれでマチャボーが取ればまたイーブになると。そうですね、さあ小川強気の開幕前ダッシュ、潰されてしまった。さあマチャボー投げてチャージ、はいはい、エンス、さあ小川端に逃げれるか、いずり下ろして、さあ亀足、さあここは対空はできなかった。さあスタンエッジ、さあドリルをバックジャンプ、さあ割れるのか、ギャラリー引きずり下ろして、さあ小川のターンが始まる。さあ移動後もう一回いける、ダスト2バースト、ロマキャンマハイピー、うまくリスク軽減していた。さあペイパーに確定バースト、これはでかいぞ、動いてしまった、6対6。迷いも安心も、いや、オーバー。タイの肘を出す、はい、その肘打ちみたいな技が、はい、まあ、上半身無敵で、はい、そうですね、体育としては非常に、はい、まあ、硬直もそんなに、まあ、非常に優秀な対空と、はい、まあ、空振っても確定ではなかなか取りづらい、はい、さあここは円安に伸びるが当たる、すごい減っている、半分減る。さあ亀足出すとはしっかり反応して、足払いからジャンプ D、暴れる。さあこの空打がかなり結構そうですね、生きてますね、潜っている。さあしかしマチャボーが攻める、画面足、さあここはしのげるのか、相打ち、おいしい形です、これはおいしいですね。さあチャージが重なる、はい、さあここからちょっと動けなかったか、足りない。いやーちょっと空中3、さあちょっとが困り始めた感じはありますね。あそこ出たからちょっと焦ってる証拠が出てる、はい、なるほど。さあガードして、ここはシャガハイタイク、さあ空投げして分身は潰していく、エンゲスシャガハイドリルガードして浮遊、さあこれ遠い、さあ小川のターンが始まる、足払いで崩す、ダメージを取って、さあドリル、うお、ダッシュベイパー、うますぎる、ギャラリーキャンシャガハイ、素晴らしい判断ですね。さあ追いかけて空中投げ、逃がさない、そうですね、逃がさないですね。ここですね、ここをしのげるかどうかで、引き足、無理やり触る、ドリル、エンエス、伸びる対空。さあここは相打ち、さあ伸びるをうまく、終始本当に伸びるに 3H、 そうですね、まあ召喚に対してっていう、あの空中ダッシュ飛んでくるんで、空中ダッシュで海外やるんで、はい、さっきから何度も見てると思うんですけど、あの場面があるんで、はい、壊されてもいいからとりあえず出すみたいな出し方にはなってると思いますね。さあここは繋がってないので、ゴマキャンでフォローを押し込む、マチャボー、あーバレてしまった。さあこれはかなりでかいぞ、2択しのいでいる、しかし投げてシャガハイデタングル、相打ち、ドリル、あーこれはフォローができない、これで逆転ですか。逆転しましたね。何連勝してんの今。5連勝中でしたね。5連勝したのか、はい、5連勝されて5連勝なるほど仕返したっていう感じですかね。
だここでやっぱあのどれだけ気持ちを踏ん張れるか踏ん張れるかっていう。さあ、しゃがえすドリル、さあ立ち配からドリル、ただ分身がいない、分身がいないので、うわー、よくバック背投げした。ここは結構割り切って設定して、そうですね、ペーパーで分身消してますね。さあ、デッタングルカウンターは置き攻めがついてくる。クルサザムでバースト、イニス3回。さあ、ここはセイク、つながっていないので、マチャボーがすかさず投げるブリッツ、チャージアタック。さあ、徹底して切り返していく。さあ、これはどうなる、バースト取らせないか、発射者がハイ、ドリルキャン前、うわー、ここは削りに行く。確かに今のは安全でしたね。しゃがみ系エース行くかなと思ったんですけど、さあ直がして、ここはダメージを取る、素晴らしいフォロー。さあ伸びる、うまく潰す。マチャボギャラリー立ち配が置いてある、読んでいた。さあヒットすると、これはもう一回ついてくるか。さあここでバースト引きずり下ろして、さあマチャボが逆サイドで運んでいく。さあ上を通っていくか、受け身、いた、下がる、伸びる、カウンター、これは痛いですね、これは痛いですね。さあつっついて、そのままコンボ今の決まらない、今のブレイクと潜り、やばかったですね、潜りはやばかったですね。あそこやっぱその出てきてすぐ分身と攻めたい場面なんですけど、それを見てちょっと長めに潜ってつっついて確認してから出てきてコンボするっていう。さあこれで7対7、これ相当人生出てますね。出てますね人生かけただけありますね。もう完全お互い獣道走ってますよ、はい、今ランクダウンなかなかしないっていうお互いさあここは裏に回ったので、マッチャーボーが触り返す。さあバスして爆して潰し、対空潰し、くらい逃げ、ダメージを取る。さあ一旦下がる。さあどちらがこのラウンドターン握るか、重要、カウンターヒット。さあ挟みたい、空中投げ、移動攻撃デッドアングル、わっ、ここまで呼んでいる、持ち直した。さあ小川がここにいて持ち直す。今攻防の主軸がこのインバイデールっていう、まあ下から入ってくるドリルのガードした後、はいはい、に なっていると、まあ、そうですね、マチャボーが前に、まあ、大体今行ってペースを握ってたんですけど、はい、そこで結構中盤ボラれて、はいはいはい、あそこが変わってきたと。そうですね、そこ演出さん、えいや、そこにもスタン、そしてここはこの空中ダッシュ起案すると、まあ、今のような、そうですね、まあ、歓声がついて相手の膠着が伸びるのでかけると、はい、あれかなり有効ですね、はい、さあここでまたもや逆転8対7。これすごい試合だなこれは相当すごい試合ですね。もう染みてますよ。どうですか。いやもう本当に見てる方でよかったなっていうそうですね、見てるだけでしんどいもん本当に。それは間違いないですね。いやでもこれあの佐藤の置き攻めに食うときにもう我がことみたいにもう苦しい。あーなるほど今から息苦しい置き攻めだと15秒ぐらい何もできないんだろうなと思って、はい、さあここは止まったんですが、お母が対応してくる。さあベイパーで切り返す。ここはもう置き攻めかなり割り切ってますね。ですね、はい、あとはもうやっぱちょっとフォルト
ートで一人離してるので、はい、それでこう攻めづらい確認させないようにしてる。あ、はい、さあこれはカウンター確認しているセクリットエッジ、これ落とせるのか。さあシール、ね、さあかなりいい置き攻め、今のサーブデッタングルガードできるジャンプエッジにしましたね今。そうですね、デッタングル警戒します、ね、はい、あー落ちてマジャボ開幕グリードセバーここに来てこれではマジャボの開幕グリードセバーはそうそう見れないですよこれ、はい、何年かに1回レベルです。そうそう多分初めて見ました。大イベントですね。これかなり結構やられると相手としては怒るムーブなんですけど、それをやらねばならぬほどマジャボも追い込まれてる。マジャボもこれ勝ちたいんやですね。そうですね、これはね。さあギャラリーつっつきローマキャラしている。これワンチャン繋がってましたね。さあデッドマンズハンドまだ決まらない。引きずり下ろしたい。確認している。さあこれはまだ終わらない。いや終わらない。おお。さあこれ着地に対して投げを狙ったんですけど、まあ、それに対しての空中 S スタン打ちと。そうですね。さあこれで8対8対8。いやすごい試合ですね。なかなかみんなの予想通りにいかないですね。そうですね、 はね。さあ走らせない。完全この2人でも肩で、まあ、だいぶ語ってますよ、はい、中で中で語ってますね。だいぶ会話してますよ。完全に2人で会話してますね。開幕もう1回いくそれはもう見たぞと。演者が、はい、さカウンター。さここはお母さんがリードしている。さ追いかける場所も上に浮遊して空中投げをさせない。リッパー当たれば50パー溜まったところなんで、ね、はい、正しいところです、ね。まあ、しかもガウンも取りやすいと、はい。さあ亀梨後ろ投げブリッツ。さあ触って崩して、さあここでグレートホワイト。さあ珍しいグレートホワイト出してくる。これちょっとびっくりしますね。さあしかしこれ分身ゲージなくなっちゃうので、これも 何年に1回見れるか。確かにすげえレアなもん見れたな。小川が使ったの初めて見ましたねお互い全部出してた。さあキースカウンター前確認しているのか今の。やばいな今、うますぎる。さあマッチャーボーが一歩リード。さあ上をくぐらせない。ダメージを取る。ただこの2人の試合ほとんどその気絶しないですよね。それだけまとまったダメージが取れないということなんですけど。さあ大幅リードは小川。さあ固めていきたい。動いてしまった。でも中盤以降結構そのリッパーが出さなきゃ聞いてますよね。出さなきゃいけないんですよ、あそこは。もう見せないと、はい、どんどん調子に乗られるんで。インバイテルガードした後に好きにさせないようにしなきゃいけないんですよね。まさにそのブレイクダローにも召喚にもうまく当たってますよね、はい。さあ追いかけて空中投げ、これはでかいぞ。無理やり召喚挟んでバストガード、まだ決まらない。ノビルが当たる。キャンして降りていく。ジャンプハイスラ、分身を犠牲にしてのマイピー。さあこれで小川が9、そしてマチャボが8となりました。デュースはないですよねないです、完全なリーチでございます。さあ小川マッチポイント、このまま小川を取れば勝利。そうですね。そしてマッチアップを取れば9対9のファイナルセット。ファイナルセットです。ファイナルセット見たいっすねこれはね。さあもはや最大でも2試合しかない。開幕空だ。足払いシエル無事に潰して暴れる。
ました。シャガーハイカウンター、ここは最速でバースト、これはつながっている。ただ画面足、中段タグガードを、はい、飛んで今シャドウギャラリーを警戒してしゃがみハイですね、はい、あ、なるほどね、早めに出す、はい、と潰せると、黄色のロマキャンで好きにさせないように、はい、そこ紫したんですが、投げたのは小川、バストガード、さあただこれ暗い逃げになる、キャンして無事消したんですが、小川が追いついてくる、まあ、ハイパー気絶か、気絶している、回復、回復して受け身、ベイパー、ラムドファング、さあ小川が取れば勝利、さあ追い込まれたマジボー開幕、いや、うますぎるここに来てなんかね、ここでこのコマンダー、さあ召喚はさせない、さあギャラリーカウンターヒット、これはめちゃくちゃでかいぞ、ガードしている、さあコンボをする小川、さあかなりこれ冷静、冷静、冷静ですね、さあシャージ重ねて下段で崩す、キャン中段タグ決めに行く、さあこれで1、1、ここでようやく黄色使いましたね、そうですね、はい、おしゃがいばメイパー、さあこれは痛恨のコマミス、さあしかし落ち着いてガードしている、おおマジか、さあコマ投げのダムトマンが飛んでいる、ブリッツメイパー、さあここも折り込みそうですね、さあ暗い逃げ空対空、ジャンディー出してギャラリキャンデタグル、さあここから小川がブレーキだろう、ジャンプD スタイチ足払い金バガード、あ、よかった、さあ気がして固めていく、シャガエス、さあキャン、小川が行くか、まだわからない、スタイチ、スタイチ、あー置いてやったシャガミス、いやーそこよく本体だけで勝ちましたねさすがにすごい、すごかったな、いや相当最後こだわってましたね、あれだけ潰されたシャガミスと連打してたんで、いやー引き出し持ってましたね、そうですね、途中で対応されてさらに用意してたっていう感じの、はい、さあ小川対マチャボの試合10対8で小川ザトの勝利と、いやすごい試合、はい、すごい試合でした、本当にどっちもすごかったですね、そうですね、はい、いやあ俺インタビューか、じゃあインタビューしていただきましょう、あの見てる俺がもうヘロヘロになるぐらいあの疲れてるんで、おそらく対戦してた人たちはもっと疲れてるだろうとは思うんですが、とりあえずじゃあ、まあ、敗者からということなんで、そうですね、自分の想定以上に小川さんが強くなっていて、試合前はねいけるとは思ってたんですけど、かなり苦しい内容で、まあ乾杯ですね、すいません、ありがとうございました、あの大方の予想を覆して勝った小川さんは どうでした、やっぱりアインマンとリオンさんっていう買い使いにすごい揉まれてたんで、あの対策はうまくできたんですけど、あ、ごめんなさい、マチャボーさんってあの現存する回より冬の対策うまいから、それをどうしようかって結構家で考えてたんですよ、まあ、それに対しての対策がドンピシャだったのと、リバーサル対応が実際あの投身祭終わってから結構詰めたんで、その辺の貯金とかもあったりとかしてよかったです、でもまあこのガチで勝ったのは結構一番嬉しかったので、対戦に付き合ってくれたリオンマン、アイさん、ありがとう、
はい、まあ、私の感想はまあ解説席で言おうと思うんで、とりあえずじゃあ皆さんどうぞ。お二人お疲れ様でした。いやすごい試合でしたね。いや本当にね、すごいすごいとしか言いようがない、すごいとしか言いようがなかったですね。で、まあようやくだから言えるんですけど、あの冬対策、冬で対策してたっていうところが、はいはい、ザトウってこうしゃがみ牌を、貝のしゃがみ牌を空振らせるために、うん、こうここら辺で浮遊するんですよ、はい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 、で、まあ降りる、うん、降りるんですけど、あそこをなんかフォルトすると早く落ちてるんで、空中フォルトした方が早く落ちれたりしてタイミングをずらせるんですよ。そこで散らすんですよ。あっていうのをさっきの試合かなり実はやってて、なるほど。で、あとそのでそれを、まあ、マッチョボーも分かってたから、こう途中から、ジャンプで結構上で抑えに行くようにして、まあ、ただ上で落とされる分にはそこまでのダメージをもらわないから、ただまあそこも折り込み済みでやってて、うん、でインバイトヘルを出した後にもうスタンディーパーを出さないと調子に乗るっていうのが分かってたから、うん、あの下滑るやつですね。あと後半はスタンディーパーを通して回マジョボ側がちゃんとリスクを、自分もリスクを持つ行動を取りに行って、小川がそこに対してやっぱりちょっと気持ちが結構困ってましたよね、押され始めて、うん、で、あとすげえ細かいところとかだとスタンエッジをガー直前ガードして、うん、ゲージ差を不利にさせないようにするのと、あそれを避けるとしばらくまあ、かなり球が消えないんで次の球打てないんですよ。あなるほど。なんでその次の球打たせないために上で避ける、上で避ける、あ跳ね返さないでっていうことをやってたりとか、立ち回り有利にして、あで逆にそれでまあちょっと詰めた時に地上戦したいんだけど小川なかなか降りてこなくて、うん、で降りてきてるところは円安が結構刺さってる場面が、回の円安が機能して、でそこからちゃんと試合に運べたりしたんですけど、結構そこに対する拒否を徹底してたなーっていう、まあ、よく勉強してたなーっていう、うん、あで回が足払いからこうパンチして、で輪っかができて、でその後にそのスタインチとか、まあ、その強化、まあ、チャージスタン出すと強化されて、うん、その拘束時間すごく長くなるんですけど、あそこの最終弾を直下して無理やり読み合いにそうですねしてたんですよね。なるほど。投げ返したりとか、まあ、その入れっぱら飛んだりとか、そこの辺が結構細かく対策してたなっていう。なるほど。あとは回のしゃがみ S にフォルトレスディフェンスをやってて、金 S の後にしゃがみ S 直下フォルトレスディフェンスとかやってて、うん、それやると次の足払いが当たらないんで、被弾しても大したダメージにならない安い、うん、とか、まあその金 S、 回の金 S をガードしたときに垂直ジャンプで避けてるシーンがあったんですよ。金 S マイ K を直前ガードジャンプでやるんですよ。 あれ相当対策なんですよ。で、あれって避けるとザト側が一応有利になるんで、で、それを分かってたからマチョボも途中で避けられてもう空中投げに切り替えて、やってましたねそれはね、っていうところで会話をもう結構してて、なるほど、よく勉強してんなこの人たちと思いながら、お互い勉強試合でっていうようなことをなるほどやってたんで、うん、後でまた振り返って見てみると、そこら辺気にして見てみると面白いと思いますという、そうちょっと言えなかったんで、はい、なる、はい、まあそうですよね、やってる最中だから、はい、あの殺意のぶつかり合いにはちょっと確かに口を挟めなかったんで、はい、はい、ということで、上園さん、パチさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、この、ギルティギアイグザード、レブ2、マチャボー対小川は小川選手の勝利となりました。さあ次が、最後、本日最後の組み合わせ、ストリートファイター3サードストライク抜きたいデシケン、こちらの前に、転換のお時間5分少々ですね、休憩とさせていただきます。では失礼いたします。